はい、こんにちは。炭酸美容家、高橋ひろみです。女性なら一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。今回のテーマは、ズバリ、鼻にできる黒ずみの正体とその解消法です。皆さんは毛穴はとにかくいじっちゃダメって言われて放置してたら、前より黒ずみ増えてるじゃんっていう体験をしたことってありませんか？洗顔を丁寧にやれば消えるんじゃないって思う人もいるかもしれませんね。でも気をつけて、実はこの黒ずみ、ケアのやり方が間違っていて悪化している人がかなり多いんですよ。この動画を見ている人の中にも、すでにいろいろ試してみたけどうまくいかないと悩んでいる人もいると思います。今回は鼻にできる黒ずみとして2つの症状のご紹介、やってはいけない NG ケア、最後に正しいケアのやり方をお伝えします。その際に効果的に使える私一押しの炭酸美容化粧品も一緒にお伝えしていきますので、もし毎日鼻を気にする生活からおさらばしたいなと思っているなら、ぜひこの動画を最後までご覧ください。このチャンネルでは40代以上の女性を対象に炭酸美容を中心とした美容情報をお届けします。絶対に年齢を理由に美しくいることを諦めないでくださいね。そして最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録を今のうちにお願いします。それでは早速本題に入っていきましょう。まず鼻の黒ずみの正体、一つ目は黒角栓です。そもそも角栓って何かっていうと、毛穴から過剰に分泌される皮脂とか古い角質、メイク汚れが混ざり合って固まって毛穴に栓をするように詰まって溜まってしまったものなんですね。ちなみに角質は皮膚の一番外側を覆っている部分を指していて、本来だとお肌のこうターンオーバー、生まれ変わりによってどんどん剥がれて新しくなっていきます。ただ年齢を重ねるにつれて角質は落ちづらくなって、より肌表面に蓄積しやすくなるんですね。そしてその角栓や皮脂が集まった、要するに老廃物の集まりが角栓なんです。この黒角栓の特徴は、毛穴の中が黒い、触るとザラザラする角質が厚く、肌表面が硬くなっているっていう感じです。また角栓ができる原因は大きく分けて2つあって、1つ目が毛穴の汚れの取り残し。古い角質やメイクの洗い残しが肌に残っていると毛穴を詰まらせる原因となります。2つ目は肌の乾燥によるターンオーバーの乱れです。肌は乾燥すると皮膚を守ろうと皮脂を出したり、バランスを取ろうとしてるんですね。でもターンオーバーが正常でないと皮脂がうまく排出されず毛穴に残って、それが角栓になってしまうんですよね。続いて鼻の黒ずみの正体2つ目はメラニン毛穴というものです。実はこのメラニン毛穴、先ほど紹介した黒角栓と見間違えられることが非常に多いです。このメラニン毛穴は紫外線や摩擦などによってメラニンがこう増えすぎてしまっている状態なんですね。特徴としては毛穴を中心にこうドーナツ状に薄い茶色に見えます。あとこう触ってみるとザラつきはなくってスルンとしているので、拡大鏡で見たり実際に触ってみると黒角栓との違いがわかると思いますよ。そもそもメラニンって本来私たちの体に欠かせない存在ですよね。紫外線から皮膚を守ってくれたりする働きがあります。じゃあその役立つはずのメラニンがどうして私たちを悩ませているのかっていうと、紫外線を浴びすぎたり摩擦によって皮膚が炎症を起こしたりして肌のターンオーバーがうまく進まなくなると、本来のこう役割を果たしてその後こう肌から排出されるはずだったメラニンがこう皮膚に残ってしまうんですね。この後は皆さんもうお分かりですよね。結果そのメラニンがシミになったり、メラニン毛穴になってしまうというわけです。シミについて気になる方は過去にこちらの動画で詳しく解説していますので、ぜひ見てみてくださいね。では絶対やってはいけない NG ケアを確認しておきましょう。まず一つ目は、爪やピンセットを使って角栓を抜き取ることです。
最近 YouTube とか TikTok で角栓をね、こう肌からこう抜き取る動画が流行っているように思うんです。でもこれ絶対もう本当にやめてください。一見ね、こう綺麗に角栓が取れて良さげに見えるかもしれません。でも無理やり抜くことで毛穴が広がってより黒ずんで見えちゃうということになりかねないんです。NG ケア2つ目は毛穴パックを毎日やることです。毛穴パック自体は悪いものっていうことではないんだけど、ただこれを毎日してしまうとお肌を傷めるだけじゃなく毛穴をこう開かせてしまう原因にもなります。あと使用時間もポイントですね。適切な時間は1回15分程度ってなってるんですけど、例えばもったいないから持ってやろうとか、そんな感じでこう30分以上やってしまう人っていうのはまさかいないとは思うんですけれども、すっかり乾燥したパックをベリッと剥がすことになって逆に肌にダメージを与えてしまうので、使用時間それぞれね、きちっと守りましょうね。では正しいケアについてお話ししていきましょう。まず両者共通して大事なことが、毛穴に汚れを残さないことと乾燥させずにしっかり保湿することなんです。当たり前のことじゃんって思う人もいますよね。確かに40代50代になってくるといろんなケアを足したりお金をかけなきゃってなるとは思います。その気持ちすっごくわかるんですが、まずはね、しっかり土台を整えるっていうことを見直していきましょう。私のおすすめの鼻の黒角栓に効果的な炭酸美容化粧品はこちらです。このね、炭酸クレンジングオイルなんですけども、オイルなので角栓をふやかして汚れをこうね、取りやすくしてくれるんですね。オイルなのですごく肌なじみもいいですし、高濃度に含まれていて、しかもオイルなのに泡で出るんですね。なのでめちゃめちゃおすすめです。ほら、このように泡で出るので、このままこう肌の黒角栓こういう風にくるくるって優しくですね、馴染ませて、それから洗い流すっていうことをしてみてください。そうすると、この詰まった黒角栓がふやけて、で、取りやすくなります。もしかしたら1回で取るのは難しいかもしれないんですけれども、これをきちっと毎日やることで綺麗になります。ぜひね、試してみてください。続いてメラニン毛穴の重要なケアはズバリ紫外線対策です。40代以降になりますとターンオーバーが乱れてきますよね。動画の中で何度も言ってますが、1年365日雨の日でも日焼け止めを塗ることすごく大事です。ターンオーバーが乱れてくる年頃だからこそ紫外線ケアしっかりしていきましょう。私たち世代の日焼け止めはファンデーションとの相性の良さと、あとスキンケア効果を意識して選んでみるのがおすすめです。そしてお肌の代謝を上げることも忘れてはいけません。肌の代謝を上げるとメラニンのこう排出を促進することができるんですよね。そのために肩が凝らないとかね、こう首をマッサージするとか、脇を揉みほぐすとか、血行を促進する方法っていろいろあるので、ぜひやってみてください。あと私はね、炭酸パックもめちゃめちゃおすすめです。炭酸パックは肌の代謝をね、上げる効果もあります。一番おすすめのやり方は、以前動画でもご紹介していますが、美容用炭酸水の作り方ですね、あれを使うといいです。コットンに美容用炭酸水を浸して、そしてそれでパックするっていうのがめちゃめちゃおすすめなので、ぜひ手軽にできますし、やってみてください。ではまとめです。今日の動画はいかがだったでしょうか。今回は鼻にできる黒ずみについて2つの症状を紹介しました。1つ目は黒角栓、毛穴の中も黒く触るとザラザラするのが特徴でした。そして2つ目はメラニン毛穴、こちらは黒角栓より薄い茶色で、触ってもザラザラせずスルンとしているのが見分けるポイントでした。そしてこれらに共通して大事なことは、毛穴に汚れを残さないことと、乾燥させずしっかり保湿することでしたね。きちんと自分の状態に合ったケアをするのが大切です。今回の動画があなたの美容のためになるなと思ったら高評価ボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
こんな感じで私のチャンネルでは40代以上向けの美容をテーマに、様々な美容法やお役立ちアイテムをご紹介しています。なのでこんなテーマを使ってほしいなどありましたら、どしどしコメント欄でお知らせください。またぜひチャンネル登録をしていただいて、過去の動画を見ていただいたり、最新の動画もチェックして、あなたの美容にぜひお役立てください。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。